フフフはい撮影会から帰ってきてショールームをつけてまーす今日は最後の部「三つ編み」というあのあの半あの百億光年ぶりにあの鼻水が <laughs> あのであのした髪型で帰ってきました 何時間寝たの。え八、ー、時間ぐらい。<laughs> 三つ編み可愛い。嬉しい。<laughs> イェーイ。<laughs> フォトブックイベントさっき申し込んだ。嬉しい。ありがとう。<laughs> チクチク届いた。あ、よかった。 続々とはいいっていうわけですね今日も配信やっていきたいと思うんですけれどもちょっと明日があの長野に明日っていうかもう今日か今日がね長野に、えー、ライブしにね全国ツアー長野公演に行くんですけれども。 はいそれでちょっと朝早いので今日はちょっと15分配信ということで、えー、今日やっていきたいと思います短いんですけれども、えー、よろしくお願いします最後まででもねしゃべりたいことは本当にたくさんあってちょっとサンドイッチしてね話していこうと思うんですけれどもまずは、えー、ただいま発売中のこちらヤングガンガンのキスミソロ表紙をさせていただいておりますプニプニー <laughs> はい、ポニーポポニーテールの今日はね三つ編みなんですけども、ポニーテールのキスミが目印だよっていうのでただいま発売中ですので、えー、まだあのー、これねあのー、ゲットしてない方はポニーテールキスミお迎えしてくれたら嬉しいです。<laughs> はい、中身もめっちゃねエッチエチで可愛いと思います。なでそれよ何より、ね、特大両面ポスターがとあの特別付録でついてるので、まあなかなかポスター こうグッズ出すことってないんですよ。これなんですけども、もうここれがねだだいたいこのあの雑誌の大きさなんですけど、買った？よかった。超えて、それがねバーン、もうちち写ってるわ。バーン、バーンということでね、二面でこれがねこうやって写ってても。 画面に映りきらず、父の俺が映ってるみたいになるぐらいには、めちゃめちゃ大きなね、ポスター。ほぼね、等身大ということなので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、お家に飾ってくれたら嬉しいです。はい。で、アンケートのね、お話を、まあ、ちょっとヤングガンガン2週間発売なので、まあ、ちょっとのんびり <laughs> やらせていただいてるんですけども。 はい、やらせていただいてるんですけどもあのちょっとね今、あのー、撮影3日間してきてバタバタとかしちゃっててちょっとなかなかできてないのでアンケートのお話もねアンケート配信も、えー、なんか近々ねやりたいと思いますので、えー、ちょっと待っててくださいね。はいそんでそう今ヤングガンガンがねこうキスミの表紙のやつ発売されてるよっていうこととあとねあっ、のーえー、と一昨日 おととい今日がうんもうあれだからしおととい <laughs> あの発表させていただいたんですけれども、えー、TIFF2023 これ東京アイドルフェスティバルというね、あのー、あ6月1日化身有効なのか、ね、今月かありがとうございますはいあの TIFF2023 というねあの東京アイドルフェスティバルという アイドルなら誰もが憧れる日本一の、ね、アイドルフェスと呼ばれているあれフジテレビさんが開催する、えー、東京アイドルフェスティバルというイベントがあるんですけれども、まあ、そちらの公式,、えー、あ公式 PR 大使の何、えー、て言うんだろう戦いに、えー、私参戦することになりましたという、ね、あの告知をしおとといさせていただいたんですけれども。 はいまあ、何のことやらよくね分かってない方もねたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、なんかその PR 大使に優勝してあのなることができるとあのすごくもう TIFF の,の顔って言っても過言ではないぐらい TIFF でねもうすごい大活躍ができる、あのー、アイドルになれるという <laughs> 称号を得られます。あ年齢でミクチャに登録できないということがあるのかあそうなんだ。 そうでどういうねこうあのイベントかっていうのをざっくり説明するとささっきからのコメントでねミクチャー登録したよーっていう声がねたくさんあの <laughs> 大丈夫？アヒルアヒルは飼ってません。かいちゃんかいちゃんね。アヒルの鳴き声でたまにむせるんだよね。あかいちゃん元気元気。うんちょ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 うんわかった。 <laughs> 今すごいねあの説明してるから今棋フのもうすごい熱烈アピールそうであのですね棋二2023の、えー、PR 大使をかけたあの戦いのイベントはですねあの <laughs> ミクチャッあっお <laughs> ミクチャッ ミクチャ、ミクチャっていうあの配信アプリ、ミクチャっていう配信プアプリであの寄送やるんですけども、ミクチャっていうのはあのこのソールームと一緒で、あの配信をするアプリです。ねあの 簡単に言うとそのショールームで言うなんかそのアイテムのこうアイテムで得られるポイントのあの総数であの順位が出てその上位のあの何人がこう決勝進出みたいなのから優勝に大きく関わってくるっていうねイベントなんですけれども。はい でその「みくちゃ」っていうアプリをダウンロードしていただいてあのそうですね私のことを応援してほしいんですけども、えー、1日あのもらえる無料ポイントっていうのが400ポイントございましてこれもちょっとあのバタバタしてできてなかったんですけれどもここでねちょっと口で言っても。 あのちょっと分かりづらいと思うので、まあ、近々その29日から勝負が始まるんですけども29日までにあの無料ポイントの稼ぎ方っていうのをあのなんだろう画像にまとめたやつをあのツイートまたはねインスタグラムの水りに載せますのでそちらをねこう見ていただけたら嬉しいです。で <laughs> あの29日から29日の昼の12時から 勝負が始まるのではい。あのありがとね。予定まとめてから見といてありがとう。みんなからね。こうどんなコツとかこういうイベントだよ。っていうのを教えてもらうね。こうメッセージとかが来て本当にありがとうございます。はい、それでえー、っとあそう。課金する人に日曜日までに済ませておくとお得です。あ、なんかそういうのが。あると。 いうのをねきすみまだ全然ちょっと理解できてなくてそうちょっとずつお勉強していくんですけれどもはいあのちょっとねよく知ってる人がいたりとかきすみこういうちょっとあの勝負事が代表で出るのがすごく初めてであのちょっとまだわからないことがすごくたくさんあるのであのみんなに教えてもらいながらねちょっとずつあの頑張っていこうかなっていうふうに思います。 はい、配信スケジュールの方も、あのー、決めてね行きたいなって運営さんと相談して決めていきたいなっていうふうに思ってますので、まあ、できる時は昼と夜の2回とか1日あのできる時はとりあえずミクチャつけてとかゲリラ配信したりするかも、あのー、するのであのその辺もね、あのー、ちょっといろいろ告知していきたいと思うんですけども、はい、まだ LINE の友達登録すると10%引きになるらしいです。<laughs> <laughs> ありがとうございますあの課金しなきゃいけないあのあ藤子新規ありがとう <laughs> そうきすみねとんでもないすごい勝負にねあの29日から出なきゃいけなくなっちゃって一人でもあのゲリラしたらもったいないんだあそうなんだ一人でも多くのねあのみんなの協力がすごく必要であのめちゃめちゃこうなんて言うんだろう 初めての勝負事なのでちょっと緊張しててどうしようもないんだけどでも優勝したくて絶対にソニーニーのあの名前をねみんなにこう知ってもらいたいっていう思いとねいろんな思いをこう背負ってあの今回の PR 大使の勝負に出させていただくのであの是非よろしくお願いします。 ツイッターで時間予告してもらえるとあ,じゃあやっぱこう配信スケジュールに沿ってあのやっぱ配信していきます <laughs> はいいいややばば <laughs> でもとりあえずねあの頑張ってちょっとでもたくさんの方に応援したいって思ってもらえるようなあのアイドルというかそのやっていきたいなっていうふうに思うので、えー、よろしくお願いします とりあえず今何をすればきすみの応援につながるのってあのいうところなんですけれどもとりあえず「みくちゃん」というねあの動画配信アプリをダウンロードしていただいてあの私のルームというかねあのアカウントをフォローしていただきたいんですよ。アカウントはあのきすみの Twitter の,あのこういった勝負に。あの 2023PR 大使にあのー、というの争奪戦に参加しますっていうツイートのツリーの方にツリーの方に私のアカウントの URL が載ってますので、えー、そこから飛んでいただけたら嬉しいですよろしくお願いします。 でじゃあショールームの配信はどうなっていくのっていうところなんですけども「あのミクチャープラス、えー、できる時ねショールームの方ももちろんショールームの民のみんなのこと大事にすごく思ってるからあの宣伝という意味でもねあのショールームもちゃんとやりたいなと思っててこの1週間ねあの一生懸命やっていきたいなっていうふうに思います。で」であのちょっとあのメンバーにも今日ちょっとちらっとねあのの配信あの配信 あの一緒にやりたいやってくれたらとっても助かるってこうお願いをしたところ「いいよ」って言ってくれたからあのメンバーでね集まる機会があった時とかあのみくちゃんの方であの配信をしたいなっていうふうに思いますので。 はい、皆さんそちらの方もよろしくお願いします。<laughs> そうなんか確認したらね、あの他のメンバーも全然写って OK っとのことだったので、はい安心してメンバーにも頼ることができるからすごくねあのちょっと心がねホッとしました。何 <laughs> 何？どうしたの？うん？うんどうしたの？<laughs> はいもうちょっとここでね頑張っていきたいなって思うし。 ーちゃん元気ってみんな心配しててくれてるよ,、うん、よ,しよしはいそれでですねそう TIFF 自体があの8月のねあの頭なんですよで私の誕生日が8月12日なのでちょっとだけあのなんだろう欲張りなことを言うと、えー、なんかちょっと TIFF の2023年の PR 大使を。 あの誕生日プレゼントにちょっとくれたらめちゃめちゃ喜びます <laughs> そう私も一生懸命あの広報活動というかあの告知とかめっちゃ頑張るのでそう27歳って言うな <laughs> 誕生日もうそうあの近いのでティフ p r 大使できて8月めちゃめちゃ大盛り上がりな生誕月になったらとってもとっても 嬉しいなって思いますなのでちょっとなんか誕生日をあれするとすごくなんかちょっとずるい女なんですけどもでもそれぐらい本当にあのちょっと頑張りたいって思うしここで優勝して「え2ニーニってめっちゃすげえんだ」って <laughs>「候補者で最年長かも、ね、そうあのニーニ,あニーニの浜脇澄ちゃんが優勝したんだ」って。 でニニってすごいんだなっていうのもたくさん周りの人にこうあの知らしめたい <laughs> なんであのすごい8月誕生月一発目から t i f で大暴れしたいのでぜひあのそういった意味でもぜひよろしくお願いします年齢非公開ではない <laughs> 全然はいよろしくお願いします、はあ、まあでもすごいもうみんなにお願いすることが ばっかりで。あえで、みんなお顔見たいって。うん、出、うん、ちゃんだよ。今ね包帯巻いてるの？てっちゃん。<laughs> 包帯巻き巻きだ。でも置きずちょっとずつ良くなってるよって。<laughs> <laughs> はい、というわけでね。ちょっとお願いすることがいっぱいなんですけども、もえー、頑張るので、あの是非皆さん応援よろしくお願いします。 はい <laughs> いやもうほんとでもプレッシャーとかいろいろやばくってだいぶもうねなんかもうすごいなんて言うんだろう緊張で吐き気がするんだけど <laughs> うんもうねもうげっそりしちゃうかもしれない <laughs> みんなの方がだよねでもこんなお願いされてもう本当にキスミン のさこ,うとこうやって応援してくれてる人たちはもう一緒の気持ちだって思ってるからさ私がこんだけ緊張でげっそりしそうと思ってたらみんなも同じように緊張してくれてると思うし <laughs> げっそりするよって思ってると思うから <laughs> みんなで一緒になんかこう感情とかメンタルとかね共有していけたらいいなって思う <laughs> 確かに吐くのは1位になってからか <laughs> あーもうどうしようもないけども だって日日の日曜今月今週の日曜日かもう今日が今日だから明日か明日の秋葉原の28日のイベントオートブックイベントももうだいぶ不安だしもう俺5月死んじゃまだまったりしてるいやそれはいいんだよもうそれ全然なる29日からだもんなので、えー、とポイントが確か24時間無料ポイント24時間で消失 してしまうという情報を聞いたんですけど、合ってますかね？そう！無料ポイントが24時間確か。<laughs> 消失らしいのでえ、29日のえ22、ー、時からえー、イベントが始まるって休み。12時からあの多分配信できると思うのでえ。12時あの29日の。 12時はあのー、配信しようと思ってるのでそのえ24時間前なので28日の、えー、12時から12時には、えー、ログインを26 12時以降にログインしてしたりとかその日にこの無料ポイントの集めるのを、えー、行い始めてほしいと思うのでまたえー 今日がね。27日なのでえー、28日だから私のイベントの日ですね。イベントの日の12時とかにあのまでにね。ちゃんと配信スケジュールと。 えー、無料ポイント集める方法をですね、えー、しっかり告知してで28日の12時にねちゃんとこうアラームとアラームということで私がツイートね無料ポイント集め始めてくださいっていうツイートを開始、えー、のツイートぬするのでそこらへんはねあのー、ぜひあ48時間から変わったあ四48時間で執行だっけポイント。 20ちょっと確認してみますね。ごめんね、ありがとう。すごい知ってくれてる人がいるんだね、ちゃんとこう情報を。ちょっと24時間って見間違えちゃったかもしれないから、ちょっとよく調べとくわ。<laughs> あでね、そう、あのー、コメントにもあると、あ、24時間って書いてあった。ありがとう、<laughs> 24時間らしいそう。で、登録後ね、24時間経たないと、無料ポイントがね、あのもらうの、開始できないので、 是非この配信見てくれてきすみのねあの応援をねこうじゃしたいなって思ってくれた方が、ね、課金課金しなくても本当に大きな力になるんですよ。そうなのでそう今日ねいろいろねなんか来てくれてた撮影が来てくれてたと計算したんだけどあの1日400ポイントってなんかそれって5,000円6,000円ぐらいの価値があるんだしいの。 そうお金に換算すると1日そうあの5 6五六千円分のポイントを無料であの、まあ、ちょっとねあの手間かけてしまうんですけども、まあ、動画見たりとかログインしたりツイッター共有とかがそういう,う無料でねできるちょっとねあの行動をしていただけるだけでこう1日あのこんなに、ね、400ポイントっていうなんかポイントをねあのもらえますのでそれってすごくこう大きな。 ことなので、まあ、ぜひ、あの、ね、あ、なんていうんだろう、無料ポイントだけでも応援してくれたら、超大事なので。ぜひよろしくお願いします <laughs>。ちょっと一週間だけ、そのルーティーンにしてくれたら嬉しいです。はい。で、お試しテスト配信っていうのもしようかなと思ってて、二十九日前に。えっ、ー、と、今日二十七で、えー、長野行って、帰って,きて。で、二十八日はイベントがあって。 でちょい遅くなっちゃいそうだから、まあ、遅くなっちゃうかもしれないんですけども明日今日か今日の長野帰りにちょっとみ試し,しててようかなって思いますそれもちょっとあのあっ違ってるマジ <laughs> 計算が分かんないちょっと計算しとくね、まあ、でも本当に大きいということです。 そうなのでちょっと長野帰り明日今日ね今日の長野帰りあのー、少し出稼ぎに行って名前呼ばれてしまうと「やだやめてねそんなんさやめて無料ポイントもらうのにねあの他のルームの訪問をねするっていうのがあって20ルーム見るとあの最大20ルーム分あのポイントがもらえるんだけど他のルーム訪問するとね あの何々さんいらっしゃいとかさあの言ってくれることがあるんだってだからそれでつられないでキスミが名前呼ばないからってあ入室通知オフれるってじゃあ入室通知オフにしてください入室通知オフ入室通知オフ <laughs> はいもうやだ もう遅いのでみんな他の女の子に行っちゃったらどうしよう本当にやだしんどい入室通知オフにしてよ <laughs> はいもうでなんかあれいすみのミクっちゃ配信なんだけどちょっと一回やってみるんだけどミクっちゃに関しては結構本当にアイテムが大事って になってくるのでアイテム投げてくれた人の名前を呼ぼうかなってみくちゃんの1週間に関しては思ってますはいペンギンやウサギの配信があるのもそこそこと男しか行かないでもう, <laughs> もう動物か男の配信にしか行かないで <laughs> そうでまあそうあのプレゼント してくれた人にの名前で何々さんありがとうっていうのはミク、えー、ちゃようかなってそう量が半端ないっていうのに関してはちょっとあの試してみようかなってそう初日のあれとかあのそういうあ一回お試し配信でテスト配信で初配信を、えー、今日の夜やってみて。 あのちょっとね試していろいろ試してみて決めようかなとも思うんですけど、まあ、それが何ポイント以上のアイテムとかちょっと決めることになってしまうかもしれないんですけどちょっと名前を呼ぶっていうのを考えてみようかなって思います。はい、というわけで15分以上経ったので、はいあのー、今日はねちょっと明日のために早くねんねして、えー、長野で大暴走したいと思います。 で急にね、あのー、今日空いてるし長野近いから行こっかなーって思ってくれた方がいらっしゃったら当日券も、えー、ございますので、えー、長野のねあなんか長野ジャンクボックスクラブジャンクボックスっていうところ、あのー、でライブをするので、えー、ぜひね、あのー、当日券でも長野,に会いに長野に会いに来てください。えー16時 開演ですのであのん、皆その時間に空いてる方いらっしゃいましたら当日券でお待ちしております。さん、皆さん、皆さん、皆さえらいん、皆さん、皆さん、 というわけで、えー、じゃあちょっとね、また告知するんですけども、えー、今日ショールーム見てくださってる方には、ちょっと早めの告知をしたいなと思うので言うんですけど、えー、今日の、えー、長野から帰ってきた夜、えー、ミクチャでちょっとテスト配信を、えー、してみたいと思います。ショールームもその後少しですけどもやると思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、ショールーム最初にしようかな。これからミクチャでテスト配信するよってみんなにお知らせしてからにしようかな。 はい。っていうのでね、ぜひ、見に来てください。よろしくお願いします。はい。ということで、今日も配信見に来てくださってありがとうございました。最後にね、ちょろっと告知をさせてください。えただいま発売中のこちら、ヤングガンガンのキスミ、ソロ表紙をさせていただいております。えこちらね、発売されてますので、ぜひ、まだの方は、このポニーテール水着キスミをお迎えしてください。アンケート配信、またね、日程ちょっと考えてるので、少々お待ちください。 あとですね、えー、今日があの日付変わって今日が長野公園こちら当日券ありと、えー、その次の日日曜日が秋葉原にて、えー、あのフォトトブック発売記念イベントがございいますはい、こちらですねソロイベントとなりますのであのめちゃめちゃもうねなもうどうしようと思って、うん、なんか秋葉原ちょっと結構本当に大きなところで。 人で,でやるには結構ちょっと心配になるぐらい不安と緊張がすごいのであのぜひね空いてる方当日でもきっと入れると思うんですけどもえー、イベントね会いに来てくれたら嬉しいです、えー、めちゃめちゃエチカワなねドレスワンピースドレス着ますのでお待ちしておりますはいそして さっきほどねさっき話してた29日の昼の12時から、えー、TIFF2023PR 大使選手権みたいなねあの勝負が始まります、えー、お試し配信を今日の夜、えー、しますのでお待ちしておりますうん日曜日ねえー、っとね18時からだっけな18時からだったよねあま <laughs> より終わったので当日券であ当日券でぜひ来てください 秋葉原ですうーん不安なことがいっぱいあってもう神経がどうにかなりそうだでえっ、ー、と6月そせい橋の辺り6月がえっ、ー、とねまたいろいろあるんですけれども25日がプール撮影会がございますので、えー、ぜひプール撮影会もお待ちしておりますまだ、えー、予約開始してないです当当日券あるよ当日券券ああるるよから来て 父出,す父,父出すや来ると思ってるってわけじゃないよ。秋葉原でねソロのイベントがあるの。そうフォトブックっていうのをこう買っていただいてフォトブックにねこうお渡し会みたいな感じしたりとか、えー、チェキって言ってねツーショットのチェキが取れてあの2人で話せたりとか。 なんかそういうねイベントがねソロイベントがあるのでまあねだいぶイベントはちょっと行くのハードル高いって方とかも、えー、日曜日ソロイベントなのでキスミしかいないので、えー、ぜひお待ちしております。お父見れる <laughs> はいあそうなんだあのミクちゃんは父ちとかエッチとかケツとか言っちゃいけないんだま気をつけなきゃミク <laughs> ちゃん <laughs> はいというわけで今日もありがとうございましたってこういうのほら ございました僕は5か月なんですけどまだまだこんなちっちゃくて成長は見込めません。<laughs> じゃあ今日の、えー、ラグキーワールドはー <laughs> ラグキーワールドは、えー、PR 大使なるぞでお願いします。<laughs> はじゃあら今日もありがとうございまか。